川崎重工建造の枠芸が収益後、急浮上しているのが、エジプトの潜水艦建造計画に、日本の、そう、流型潜水艦が、候補の一つにと、情報をキャッチしました。今回は、エジプト通常動力型潜水艦建造計画に、日本の企業が、急浮上を詳しく見ていきます。そう、流型潜水艦でも、スターリングエンジンとリチウムイオン電池の2種類あるからな。どっちだろう。スターリングエンジンかな。2032年6月2日付の記事で、タクティカルレポートは、エジプトが日本からの、そう、流型潜水艦の調達を行う可能性について取り上げており、実に、久々に、日本の潜水艦が、海外での検討の俎上に挙げられた形だ。タクティカルレポートとは主として、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン、トルコ、イスラエル、ヨルダン、エジプト、モロッコ等の MENA 地域の政治、軍事ニュースを扱う媒体である。それによれば、これまで、エジプトは、日本の、そう、流型潜水艦を調達するために、海上自衛隊や製造企業の三菱重工業者へのアプローチを続けてきたとされ、通常動力型潜水艦として、常に、同艦に関心を寄せていたという。今回の記事では、さらに、具体的にエジプトが有するアレクサンドリア造船所において、川崎造船所と、そう、流型潜水艦の輸出、現地生産時の技術移転、ライセンス契約の3点の協議が行われていると、記述された。川崎造船所は、三菱重工業者と並んで、そう、流型潜水艦をはじめ、海上自衛隊の潜水艦の製造を2分する、川崎重工業者の子会社であり、ここを通して、同艦の調達を行う検討を続けていると、記事では綴られている。日本の海上自衛隊はといえば、現在の最新潜水艦は太平型であり、すでに、1番艦の太平が、2022年3月、2番艦の枠芸が、2023年3月に、収益を果たしており、そう、流型は、一つ前の艦級となっている。太平型潜水艦は、通常動力型の機関の構成として、ディーゼル機関、リチウムイオン蓄電池、モーターによる、ディーゼルエレクトリック方式を採用しており、今の海上自衛隊では、これを、標準の仕組みとする流れにある。ただし、これは、太平型潜水艦から、実用化された構成ではなく、実は、12隻建造された総流型潜水艦の中で、最終の11番艦と12番艦から採用された方式であり、リチウムイオン蓄電池の実用化で実現されたものだ。当初の総流型潜水艦、つまり1番艦から10番艦までの機関部の構成は、ディーゼル機関、鉛製蓄電池、モーター、そしてスターリング機関というディーゼルエレクトリック方式であり、スターリング機関の搭載で、非待機依存推進を獲得していた。この当時の通常動力型潜水艦の機関部では、非待機依存推進を実現することが、一種の世界的なトレンドでもあり、海上自衛隊の、そう、流型でも、スウェーデンに、コックムス社製のスターリング機関をライセンス生産して実現させていた。ただし、このスターリング機関は、その設備の大きさ、重量に比して出力は低く、海上自衛隊では、鉛製蓄電池よりも、雷電流、雷電圧で充電時間も短く、反復使用にも、強いリチウムイオン蓄電池が開発できたことで、その廃止を決断した。太平型潜水艦は、当初より、リチウムイオン蓄電池を用いることを前提に設計されているため、そう、流型の最終の2隻に比しても、
館内スペースの有効活用が図れた形となり、女性自衛官専用の居住区域を設けることにもつながっている。これによって、最後まで海上自衛隊の艦艇の中でジェンダーフリー対応が行われていなかった潜水艦も、その実行が可能となり、対外型潜水艦には、最大で6名の女性自衛官が乗組員として乗務できるように変わっている。こうした流れもあり、海上自衛隊では、そう、竜型の初期のディーゼル機関、鉛製蓄電池、モーター、そしてスターリング機関という、ディーゼルエレクトリック方式は、過去のものとなった感があったが、他国では異なっている模様だ。多くの諸外国では、未だ、通常動力型潜水艦の機関としては、非待機依存推進をいかに実現させるのかが、大きなポイントと認識されており、エジプトもこの例に漏れず、したがって、そう、竜型の初期型に注目している形とめされている。ただし、エジプトが本命視している潜水艦とは、フランス本国では、シュフラン級として原子力推進を採用しているものを通常動力型に換装したバラクーダ級と呼ばれているもので、あくまでそう竜型は比較対象に過ぎないとの見方も強い。フランスのシュフラン級を通常動力型に換装したものはかつて2016年にはオーストラリア海軍によって採用が選定され、後にアタック級として現地生産を含め調達が行われるはずであったが、2021年9月のオーカス締結で白紙撤回となった経緯がある。オーカスはオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国による新たな軍事同盟であるが、この締結によってオーストラリアは潜水艦を通常動力型ではなく原子力推進型に変更する一大転換を図ったことは記憶に新しい。現時点でオーストラリアはアメリカから最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を購入し、並行してイギリスと共同開発を行う新ゾノ攻撃型原子力潜水艦をオーカス級として自国内での建造を進める方向にある。オーストラリアが通常動力型から原子力推進型の潜水艦への転換を決断した最大の理由は、中国が南シナ海の大半を一方的に勢力圏に収める事態を危惧したためと言われており、自国から遠い南シナ海への進出には通常動力型では心もとないゆえだろう。オーストラリア海軍は連続潜航時間が長大な攻撃型の原子力潜水艦を南シナ海に展開することによって、それらに搭載する長距離対地攻撃が可能な兵装を用いて中国を牽制することを志向しており、まさに中国の台頭が決断させたと言えよう。一方のフランスからしてみれば、2016年にはアタック級として一度はオーストラリアの次期潜水艦の契約を勝ち取ったにもかかわらず、オーカスの締結によって白紙撤回させられた形で、免許も売り上げも潰された格好だった。そもそも、オーストラリアのアタック級潜水艦の選定にあたっては、ドイツの216型、そして日本の、そう、竜型がコンペに参加しており、216型の優位が伝えられる中、アメリカは、兵器システムが、自軍に、準拠した双竜型を推しているとの情報もあった。そのため、一時期は、日本の防衛装備品の輸出として、オーストラリアに対する、そう、竜型への期待が、大いに高まったこともあったが、仮に、その時点で契約を勝ち得ていたとしても、フランス同様に破棄される結果となっただろう。そう考えれば、今回のエジプトの潜水艦調達の件は、
フランスのバラクーダ級、日本の、そう、竜型ともに、オーストラリアでの自責に対する、リベンジ的な側面すら感じられるが、今後どのように推移していくのか、興味をそそられる。県のエジプトといえば、その海軍は、自国で、S41 級と呼称しているドイツ製の209型潜水艦を、2017年から2021年にかけて、4隻調達しており、さらに、1980年代に中国が生産した大本は、旧ソ連製の改めロメオ型を未だ運用している。そのため、エジプトが新規調達を考えているのは、この旧式な改めロメオ型潜水艦を代替するためのものとめされ、同数ならば、少なくとも、4隻を導入することを計画しているのではないかと、個人的には想像している。エジプト海軍は、水上戦闘艦についても、近年は、イタリアとフランスとが、共同で開発を行い、アメリカ海軍のコンステレーション級のベースともなった、カルロ・ベルガミーニ級フリゲートを、2020年から、2隻調達を実施している。また、フランスが建造した、ミストラル級強襲揚陸艦2隻も、2016年に、エジプト海軍は、調達をしており、艦艇の取引という点においては、富に、近年は、フランスとの関係が深く、ここからも潜水艦も、同様の傾向をたどるのではないかと思えてならない。実は、昨年2022年の秋には、エジプト海軍の関係者が来日し、三菱重工業者で、潜水艦の建造を担っている、同社の神戸造船所を視察したとも言われていたが、日本がフランスに互いして、契約を勝ち得る可能性は、正直薄いと感じる。